ねえねえ、前回までのスクロールの例ってなんで最後は空振りで終わったの？あれだとループの回数が多すぎたり少なすぎたりしない？え、もしかしてスクロールが最後かどうかってわかんないの？いやできるよ。ふん、じゃあなんでやらなかったの？ちょっと忘れてただけだし、あとアンロック済みでないと説明がややこしかったし。で、どうやるの？要するに、スクロール操作しても内容が変わってなかったら終わればいいんだ。お、なんかそれっぽい。ようやく、最後までスクロールしたら終わるようにできます。いや、スクロールに限った話じゃないけども、操作しても内容が変わってなかったらだっけ？例えば、スクロールしたのにする前と同じ内容だったらもうリストの最後だよね。なるほど、そう言われるとそうかもしれない。それで今回の内容は、画面が変わったかどうかを判定する画像認識です。そんなことできたっけ？機能自体は撮影したスクショと比べるだけなんだけど、ちょっと準備が面倒です。最近の Android は制限がきついので、実際にアクセスできるスクショを指定するようにしてます。よくわかんないからやり方だけ教えて。まずは操作する前の位置にスクリーンショット項目を配置して、名前を適当につけてファイル上書きをオンにしてください。上書き音はとてつもなく大事で、ここで一回再生してください。あれ？プログラムできてないのに？うん、これで一旦スクショ画像がファイルに保存されるんだ。面倒だけどこれが準備ってことね。で、あとはそのスクリーンショット項目と同じ画面か確認したいところに画像認識を追加します。スクロールならリストの中身を指定して、色位置は98とか99とか高くしてください。時間は 0.5 秒なの？アプリ次第かな。スクロールの後や操作アニメが残らないようなら0秒でもいいよ。ところで、このままだとさっきはこう指定した画面と同じかどうかの画像認識じゃないの？そうだね、今回はスクリーンショット項目で撮影したスクショと比べたいから、高度な設定の参照画像をファイルパス指定からさっき撮影されたファイルを指定する。お、もしかしてこれでいいの？指定した部分、枠、マスクはそのままで、スクショ画像だけ毎回入れ替えて画像認識されるよ。ってことは、画像認識に成功したらさっきと同じ画面だ。そういうことだね。これ、前回までのプログラム例に見つけるとどうなるの？スクリーンショット項目でやるとこんな感じ。この例なら、やろうと思えば画像認識の失敗時に保存の画像を使ってこんな風にもできるよ。あれ？これだとスクリーンショット項目使わないからアンロックいらなくない？